それではですね、ここから、先ほどまで前肢後肢を動かす、首を曲げてベントして止めるということをやってきましたけれども、今からですね、臨戦上にちょっと馬を動かしていきたいと思います。このホルターで要求していることというのは姿勢を要求してますので、騎乗した時の内側の手綱にリンクしてくると思いますね。じゃあまず右に姿勢だけですね。ちゃんとグラウンドで揺れがもしあった場合ですね、そんなに力はいらないのかなというふうに思いますね。じゃあ深く首を曲げて止める。ちゃんと譲りがあって解放ですね。じゃあ今度反対いきます。このワンレーンライディングですけど、基本的に、密着競馬の段階でもやるので、密着競馬初めて乗れるようになった時、こういうリートロップ1個で乗りますね。1を取るだけですので、そんな力はいらないですね。 OK、 じゃあ首を深くして、OK、 臨戦運動も、かけるようになりますね。 OK、そうですね。じゃあそういった中でね、反対も。首をから譲りができて終わりということですね。で、先ほど胸前でリードロープをちょっと揺らしてみましたけども、そういったことがリンクしているかどうかね、覚えてればそういったことも十分確認で、可能かなというふうに思いますね。で、横運動っていうのもさっきありましたけど、試してみましょうか。首を曲げて大きく腰を踏む時に、姿勢、同じ姿勢で、プレッシャーを与えればですね、今のように横に動けたりとか。じゃあ反対でも試していきます。横に動けたりとか、バースしたりとか、一歩の手綱でも、乗れるということになりますね。これがですね、ベーシックのトレーニング、ホルターグラウンドから騎乗の関連性ですけれども、最終的にどういうふうになっていくのか、これ以外にもですね、サポートレーンといってこう、ネックをにプレッシャーを感じて馬が姿勢を反対方向に取る、例えば今は左の、ネックを感じるなら右の姿勢を取るということができるようになります。ちょっとその辺も軽く、見ていただければいいですが、これはホルターによってですね、姿勢を変えて馬が円を描いてますけれども、じゃあここから今度は反対方向に行きたいですね。じゃあネックの面を感じて馬が反対方向に回る、はい、直進から、じゃあ今度はホルターを感じて回る、ここからネックを感じて
からまあ、こういったことが、後々やっていくことになりますね。で、まあ、外方のネックを感じて、動けるわけですから、馬もですね、いろいろできるようになります。単純にサポートレーンだけで乗るとですね、サポートレーンとしましょう。外側から押されていく、単純にですね、こう、ま、外でこう押し込みすぎないっていうのは一つのキーかもしれないですね。じゃあこういうふうに持ってみましょうか。サポートレーンだけで乗る、こういうふうに。自分の姿勢も大事ですね。シートも理解しているので、前に行くシートと、この背中で判断もしてますね。前、バック、前、バック、半歩、前、バック、ね、こういうシートでも判断することがありますということですね。はい、まあ、以上、グランドワークから騎乗への関連性、まあ、ベーシックなところから、まあ、その先に、まあ、どういうふうな形になってくるかというお話しさせていただいたんですが、もっともっとですね、細かくやっていければグランドワークたくさんあります。今日はですね、大きく分けて、その前から馬を離していくこと、横から離して、左右から離していくこと、前肢の動き、後肢の動きということを使ってですね、一連の関連性までちょっとお話しさせていただいたんですが、まあ、いろんな形で馬を動かすことがあります。もっともっと具体的にですね、いろいろ細かく馬を動かしていくと、いろんな形で馬とコミュニケーションが取れるようになると思いますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。